皆様お待たせいたしました。ただいまより、ガンと栄養のセッションを開始いたします。司会は、キャンサーネットジャパンの理事でもあります。東京医療保険大学副学長、医療栄養学科長の小西敏郎先生にお願いいたします。それでは、小西先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。司会を務めさせていただきます、小西と申します。私はキャンサネットジャパンの理事を務めておりますし、長い間 NTT 関東病院で胃がんの外科を手術してまいりました。そして現在、医療栄養学科で管理栄養士の育成養成を、務めておりますので、今日は非教授のがんと栄養ということのご講演を司会させていただきます。では早速ですが、がんと栄養、がん治療における栄養の力、がん治療を助ける栄養と運動の役割、というご講演を、北里大学医学部消化管外科学の比企直樹教授からお話しいただきます。では比企先生、よろしくお願いいたします。小林先生、株のご紹介ありがとうございます。北里大学の上部消化管外科といって、食道とですね、胃を主に扱う外科をやっております、比企と申します。よろしくお願いします。本日はこのような機会をお与えいただきました、キャンサーネットジャパンの皆様、そして小西先生、心より感謝申し上げます。今日の、タイトルというか、お題なんですけれども、がんというのを、今、皆さん、がんという言葉を知らない方はいらっしゃらないと思いますけれども、がんの治療に対して栄養というのがすごく重要なんだという話をしたいと思います。がんと栄養、がん治療における栄養の力ということで、がん治療を助ける栄養と運動の役割という話をします。ご覧のようにですね、残念ながら、がんの死亡数っていうのは、右肩上がりに、誰が見てもわかるようにですね、右肩上がりに上がってきておりまして、私が扱うですね、食道と胃っていうものも、男性ではかなり、メジャーというか、大きな、割合を示していますが、やや、胃のがんは減っているんですね。でですね、ポインターがこれだから、これですね。これですね、減っております。ところが、肺がんとか、あとは、膵臓がんとか、こういったものはどんどん増えてるんですけども、未だにですね、胃がんは決して少なくない。したがって、この胃がんをテーマにですね、お話を進めさせていただきたいと思います。ですね、がん治療によって、がんは本当に治るんだろうかっていう話なんですけども、一番のですね、がんの治療っていうのは、やはり未だに手術療法、一番パワーのあるパワフルな、治療っていうのは手術療法なんですね。手術療法っていうのは、このようにですね、胃がんを取ってしまう。胃ごとね、取ってしまうというのが我々の仕事なんですけども、ところがですね、このちっちゃな青の点とか赤い点がご覧になってお分かりになると思いますけれども、目に見えないですね、がん細胞っていうのが、体の中に肝臓だったりとか腹膜と言われているところにですね、あるんですね。それがだんだん1年とかですね、経ってしまうと、どん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 大きくなってきて、で、その大きくなった結果、再発ということになって、もう再発した時には、体中に癌がこう散りばめられてしまって治らないということになってしまいます。どん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 大きくなって命を脅かすということになります。これではですね、癌の治療は完全ではないということで、補助化学療法って言って、こういった細かい癌をですね、全部ですね、抗がん剤ですね、あとは免疫療法、そういったものによって死滅させると、結果ですね、その結果5年経っても再発しなくなってしまって、完治、つまり治ってしまうという。この道筋がですね、最高のがん治療の道筋となります。つまりですね、がん治療の最近の考え方としては、局所のコントロールを手術療法、放射線も使う国がありますけれども、今のところ日本では手術療法で、
局所をコントロールして、末梢もしくは体中に散りばめられたがん細胞のコントロールを、化学療法、つまり抗がん剤とか免疫療法などによって行うということをやってます。で、胃がんにおいてですね、先進的に一番最初にこの ACTS-GC 試験って読むんですけれども、すごい手術の上手い人たちを集めてきて、手術をしっかりやってもらって、くじ引きをしてですね、S1 という抗がん剤ですね、抗がん剤を飲ませる群と飲ませない群でくじ引きをしたんですね。で、その結果、本当に、この薬がですね、末梢のがん細胞を殺して、がんを治すかどうかということをやってみたところ、ご覧のように手術単独は赤、S1 って言って薬を上乗せしたものが青ですけれども、上乗せした方がですね、3年においても5年においてもですね、約 10%、10人に1人を助けるような効果を示したということになります。これですね、80% と 70% です。で、この補助化学療法、抗がん剤の力ということは1年間飲むことによって10人に助かる、10人に1人は助かるということになります。S1 という薬を1年服用しましょうということで、皆さんがそれを飲んでました。で、ACTS-GC 試験っていう試験において、全員が飲めたのかというのをですね、調べたんですね。神奈川県立がんセンターの吉川先生が調べたところ、なんと12ヶ月飲めた人は 65%、約3人に1人はですね、飲めなくなってしまうと。なんで飲めないのかということなんですけども、それは、副作用ありますよね、抗がん剤も。いわゆる有害事象って我々の言葉で言ってますけども、その副作用があると、飲めなくなっちゃうんですけども、どういう人に何があると、その薬を飲めなくなってしまうのかということも、吉川先生調べられたんですね。このあたりをですね、調べると、いろんな因子を調べていくとですね、年齢とか、全摘をするとか、あと栄養状態が悪いとか、いろいろ調べたんですけれども、最終的に残った、つまりですね、本当にこれこそは、薬が飲めなくなるような原因だというのがですね、体重減少 15% 以上ですね。15% ってかなりですよね、多分。50キロで 10% で5キロですから、それ以上ですか、7.5 キロぐらい痩せるわけですから、42.5 とか、そのくらいになっちゃう。43キロぐらいになっちゃうんですね。50キロの人が。ガリガリですよね。そういった人は、抗がん剤が使えなくなってしまう。有害事象が出て、飲めなくなってしまうということを示しています。この左のグラフにあるように、15% 以上体重が落ちた、このグラフですね。人は 36% しか飲めない。つまり、まあ、3割ちょっとの人しか、飲み切ることができなくて、後の人たちは飲めなくなって、途中でスポンと落ちてしまうっていうか、飲めなくなってしまうと。ところが 15% 体重が落ちてなければ、6割6分以上の薬を飲めると。さらにですね、面白いことに、これは体重のどこが落ちたのが重要なのかということを、検討した結果ですね。術後1ヶ月目の女子肪体重って、女子肪量って何かっていうと筋肉なんですね。筋肉量が 5% 以上起こった人は 66.3% しか飲めない。ところが、筋肉が 5% 以上保たれていると。これ減らないと。まず 95% 以上保たれているという人たちに関しては、ほとんどの人たち、91%、92% の人たちが、この薬を飲み切ったというふうなデータになります。つまり筋肉が減ってしまうということは、休薬、つまり、薬をストップするリスクだよ、ということになります。そうなると、治るがんも治らなくなってしまうということになるわけですね。やっぱり筋肉、栄養、体重減少、こういったものがすごく重要なということがわかります。で、体重減少によって、化学療法の副作用、つまり口内炎とかが出るわけなんですけども、そういったものが、体重減少ありの人たちは、このグレード、3から4ってすごく重症な口の中が口内炎だらけになるようなひどい口内炎は体重減少ありの人たちに多く出てたといったデータもあります。ですね、怖いですよね。体重減少ありだとやっぱり、抗がん剤の副作用が出てきてしまうっていうのも証明されてるわけですね。体重減少で副作用出やすいとい
ということになります。こういうことは胃がんだけではなくてですね、大腸がんでも体重減少治療を妨げると言われていて、継続期間を見るとですね、体重減少なしの場合は150日、ところが体重減少ありの場合は120日といって、明らかに長く抗がん剤を続けるためには体重減少がない方がいいということも示されてますし、体重減少があると抗がん剤が続けられなくなって、さらに命も短くなると。これ生存曲線といって、下に行けば行くほど、早く亡くなってしまうわけなんですけれども、体重減少ない人たちは、この体重減少ありの人たちに比べて上の曲線を行ってますよね。というのは長く生きられるということになります。で、したがってですね、やっぱり痩せたくない、もしくは筋肉を落としたくないということになりますけれども、治療可能ながんにおける体重減少、もしくは筋肉量減少は何かということなんですけれども、ここに体重減少の分類を書きました。がんに関連した体重減少、もしくは、すいません、これ日本語に訳すのはあれだったんですけど、がんによる体重減少ですね、こちら。そのがんによる体重減少、この2つに分かれるんですけども、この下の方はなかなか治療は難しいです。食べても食べても太らない、もしくはがん悪液質といって、がんがものすごく大きくなってしまった後の体重減少はなかなか戻せない。ところが、がんが始まったばかりの、もしくは治療可能ながんの場合は、非常にですね、この体重減少も治療可能ということになります。消化管の狭窄や閉塞、つまりがんが消化管、例えば胃とか大腸をこう通らなくしてしまうようなもの、こういったものに関してはその部分を切除すればいいし、あと治療による食欲不振、つまり手術もしくは化学療法、抗がん剤なんかをやると気持ち悪くなりますよね。その気持ち悪くなったものを治療するのは吐き気止め、いい吐き気止めなどがありますので、それを使うと。あと告知に伴う接触不良、つまりショックを受けてですね、ガンだって言ってこうやってショックを受けてしまって、食べれなくなっちゃう。これはですね、励ましであったり、コンサルテーションですね。そういったものがあったりとかですね。あとは、精神安定剤などのお薬もありますので、そういったものによって食べれるようになったりします。これらが治療可能な、がんに関連した体重減少となります。で、手術にちょっと着目するとですね、我々の世界では依然的、これ胃の上3分の1取ったりとか、胃の下をほとんど取ってしまったりとか、胃の下3分の2を取ったりとか、真ん中を2分の1ぐらい取ってしまうといった治療方法によって、体重減少率っていうのは変わるわけですね。全摘の場合はほぼ 20% に近いような体重減少がマックスで起きます。ところがですね、ずっとこう右肩上がりにぐっと上がってきて、2分の1の真ん中を取ってしまって、上と下を残してしまうと、約マイナス 7% とですね、そこまで体重落ちないということになります。で、胃の術前によくされる質問なんですけども、胃はどのくらい残るんでしょうかということを聞かれます。あと、切った胃は何年で元通りに戻りますかっていうふうに言われるんですけども、そんなこと関係ないんですよ。どのくらい残るかは関係ないんです。切った胃は何年経っても再生されません。なんか僕が答えを見るとですね、すごく冷たい男のような冷たい先生みたいに見えますよね。ところがですね、そういうわけではないんですね。そんなことは関係ないんですよっていうのは、どこを残すかが大事だということですね。胃の出口を残すということは、術後機能に有効だって言われてます。この、PPG って我々言ってるんですけど、有毛保全切除っていうのは、胃の真ん中だけを切って、上と下を残す。そうすると、逆流症状も少ない、ダンピング症状って言って、胃から小腸にダンプカーが砂利を落とすようにご飯がドーッと落ちていってしまって、症状を表すことも少ない。そして、食物が残ることも少ない。そして、あとですね、体重減少ですね。体重減少も少ないというふうに言われています。で、どこをどう残せば体重は減らないかということなんですけども、どうやらですね、この A と3と C っていうところ、C と5ですか。このあたりはすごく重要だということがわかるわけですね。で、ここでですね、グレリンっていうホルモンについて説明したいと思います。食欲を司るホルモンで、胃からそのホルモンはほとんど出ています。胃の上部に 90%、つまり 90% ほとんどが胃の上部。ちょっとこの A 悪いんですけど、このもっと上の方からですね、出
出てるんですね。で、筋肉も作り出すと。これがないと筋肉もできなくなっちゃうということになります。それで食欲とか筋肉増強とか味を司っていると言われています。で、この胃の全部取ってしまうと、このグレリンが出なくなってご飯が食べれなくなってしまうということになります。そうすると、A の部分っていうのがグレリンがすごく出る場所なんですね。これを失ってしまうっていうことはとっても良くない。なぜかっていうと食欲低下、あと貯留の機能もなくなるし、あと味覚異常も出ますし、筋肉も作れなくなってしまう。したがって、この、赤線のようにですね、この部分だけは残す手術をやってみたらどうかということで考えました。アゼンテキ。で、この上の部分だけを残すんですね。で、胃の上部の早期がんっていうのは、胃全摘とか、粉毛塞胃切除ということが選ばれる。粉毛塞胃切除っていうのは、胃の下の方だけを切る。残す、上の方だけを切り取る、手術式ですけれども、こういったことをすると、体重減少、筋肉量減少、逆流ってことが起こるんですけれども、これを、上の方のところをちょっと残すと。もう餃子の大きさぐらい。この餃子ぐらいの大きさを残すだけでですね、これ胃なんですけれども、こんなちっちゃい5センチかける、この椎骨っていう骨が5かける3センチぐらいなんですね。それをよりずっとずっとちっちゃな胃を、餃子みたいな胃を1個ですね、残すことによって、ご飯がいっぱい食べれるようになって、全摘に関しては、どんなに頑張っても、これ食事の、入院中の食事量なんですけど、7割ぐらいまでしか食べれるようにならないんですね。ところが、全摘はガーッと9割ぐらい食べれるようになって、退院することが多いです。で、栄養状態を表す指標で、トータルプロテイン、総タンパクとアルブミンっていうのがあるんですね。これも、上の方が、餃子で、餃子のようなちっちゃな胃ですね。下が全摘ですから、明らかに上に行くっていうことは、栄養状態がいいということになります。あの餃子みたいなちっちゃな胃が、すごく力を発揮するということになります。で、まあ、胃を残すっていう方法が一番ですね、手っ取り早いですね、栄養とか筋肉を保つ方法なんですけど、それはできないこともありますけれども、あと点滴変更で体重減少を防げないかということで、見てみるとですね、ここに、まあ、BCAA って言って分岐鎖アミノ酸っていう特殊な体の中では作り出せないアミノ酸で、さらに筋肉をですね、盛んに作ってくれるアミノ酸と脂肪乳剤を組み合わせた、点滴に、普通の点滴からですね、変えたらどうなるかということなんですけども、このように、カロリーはですね、明らかにそのアミノ酸と脂肪乳剤といって脂肪を加えた方が、上がるわけですね。これ有効に働くかということなんですけども、このようにですね、体重減少が、これゼロですけどね、ゼロからほんのちょっとしか落ちない。で、糖だけの有益だとですね、やっぱりガクッと落ちてしまって、有意差を持ってって我々の世界で言うんですけれども、明らかに、分岐鎖アミノ酸と脂肪を使った方が筋肉量も体重も両方ですね、保たれるということが分かったんですね。次にね、口から飲むものをなんとかできないかと。普通にご飯を自由摂取で食べさせているだけではなくて、栄養剤を飲めば、体重、筋肉量減少を予防できないかということなんで、それの試験をやってみたんですね。で、症例割り付けって言って、これもくじ引きですね。くじ引きで EPA って言ってフィッシュオイル、いわゆるイワシの油みたいなものが入っ、油から取り出したですね、EPA っていう成分があるんですけども、これが、いっぱい入ってるものを飲ませる群と飲ませない群を比較して、体重減少がどうかということを見てみたんですね。で、どれくらい飲めたかっていうと、まあ、中央値 100% が入ってる。書いてありますけど、平均 92% 術前飲めて、61% の人が術後も飲めて、比較的いっぱい飲んでくれたんですね。その結果、術後の体重変化はどうだったか。1ヶ月後、-8.9% と -8.8%。これはすいません、言い忘れましたけども、依然的の患者さんの体重減少です。で、3ヶ月後を見るとですね、-13% と -13%。飲ましても、飲まさなくても体重は変わらなかった。これ無駄ですよね。栄養剤すごい高くお金を出して、栄養剤せっかく飲んだのに、全然体重が減ってしまって、全然変わらなかったんですね。飲まない群と比較して、非常に悲惨というか悲しい結果です。これなぜだったかっていうと、
ご飯が食べれなくなっちゃうんですね。栄養剤ばっかり真面目に飲むとですね。栄養剤だけ飲んでも依然適合の体重減少を予防できなかったというデータです。一方ですね、ある程度ですね、さっきの EPA に入って油なので、しっかりとこってりくるわけです、その中に。それをやめて、今度はある程度あっさりとした、あんまり美味しくはないんですけども、あっさりとしたエレンタールという、エレンタール試験というんですけども、これを飲むとどうなるかということですね。これは、関西の方のね、スタディなんですけども、これも同じように、くじ引きで、飲ませる群と飲ませない群をやったんですね。それで体重減少を見てみたんですけども、結果的に飲ました群の場合は、減少率っていうのは少なくて、飲ませなかった方が体重減少しますよと。で、それが優位さを持ってすごく強く出たのは全摘っていう、を全部取ってしまった場合ですね。優位さを持って、この、ED 群って言って飲ました方がですね、体重減少は少なかった。どうやらですね、食事を邪魔しないような栄養剤を飲んだ方が、どうやら体重は減らないんじゃないかということが分かってきたわけです。ONS って経口栄養剤って言いますけども、これで体重減少を防げる可能性があると。ただですね、これでもさっきのグラフを見ても、そんなに大きな差ではないんですね、大きな差。もっともっと体重減少を防ぎたいと。筋肉を、減少を防ぎたいということで考えたのが、やはりですね、運動がいいんですね。で、運動すると、普通、運動をしないとですね、ガンとか手術をするとですね、炎症といって体の中で炎ですね、燃え上がって、サイトカインという物質が出て、食欲低下になって、筋肉量が落ちて、そして QOL っていう人生の質が落ちたり、合併症が増えたりとか、いいことはなくなるわけですね。ところが、ここで運動をすると、この火をですね、消してくれるようなサイトカインというものが出て、結果的に、体タンパク合成って言って筋肉を作る方に働いてくれるということがわかります。これは胃の切除後の患者さんの歩数を見たものなんですけども、これゼロって書いてあるところが手術です。で、手術なんですけども、ここで手術ですね。手術をするとですね、ガクグッと歩かなくなってしまう。ここをなんとかリハビリをして歩けという必要がある。さらに、ここで退院が決まるんですけど、決まった後も歩かなくなるんですね。ですから、決まった後、家に帰ってから全然歩かなくなってしまうんですよ、患者さんは。ここもリハビリが必要。さらに、ここにアミノ酸って言って筋肉を作る元となるですね、栄養剤をあげればいいんじゃないかということでですね、運動とアミノ酸による筋肉量維持が期待できるので、我々はこういうウォーキングマップっていうのを作って、患者さんによく説明して、この運動とアミノ酸をやった群と、それ以外に、全く普通に管理した群というものを比べるスタディっていう研究を、眼圏アリアキ病院の伊田先生の指導のもとですね、行っております。で、筋肉量減少、筋肉低下に対する、分岐酸アミノ酸って書いたんですけど、さっき言った、体の中には作れない、筋肉を、合成する、もしくは分解を抑えると。言った素晴らしいアミノ酸をですね、飲んで BCAA によって筋タンパク分解抑制合成促進と書いてあるんですけども、エネルギー源、筋肉のエネルギー源を与えてあげるということになります。で、まあ、だいたい筋肉量の減少っていうのは、ここの右のグラフ見てお分かりになるように、ここは術前ですね、100のところ。そこからストーンと落ちた後は変わらないので、この最初の1ヶ月、特にまあ3ヶ月までがぐっと落ちるので3ヶ月までが重要だよと。ここを防いであげることが重要だということになります。で、サルコペニアって言葉があるんですけれども、そのサルコペニアっていうのが何かっていうと、進行性の全身の筋肉量の低下と QOL、人生の質の低下ですね。筋肉量の低下のみならず、人生の質が低下するような筋力の低下、力が落ちてしまう。そしてあとは身体機能の低下をサルコペニアって言ってるんですけども、これは一時性っていうのは加齢に伴うもの。つまり年を取れば筋肉が落ちてくる。いやいや、歩けなくなる。ところがですね、二次性っていうのは手術とか、癌とか、あと低栄養とか、臓器不全とか、動かないことによる、活動量の低下ですね。こういったものによっても起きる二次性のサルコペニアっていうものがあります。癌におけるサルコペニアは予後を悪くするというデータもあって、
やっぱり筋肉量が落ちると下に行くほどこれは生存率が落ちるんですけども、これは筋肉が落ちた人、落ちなかった人、これも落ちた人、落ちなかった人ということで、再発する率もしくは生存率に関しても筋肉が落ちると不利に働くということになります。で、一次性サルコペニアに運動プラスアミノ酸が有効であるということが言われています。一次性サルコペニアってさっきも申し上げたように、年を取ると筋肉が落ちて、年を取ると筋力が落ちると。これは当たり前ですよね。ところが、これをもう防ぐ方法があるよということなんですね。それはどういうことかというと、運動をして、このようにですね、アミノ酸の特殊な、特にロイシンって言って筋肉を作りやすいと言われている物質を飲んであげると、どうやらですね、この左側の下肢筋力というふうに書いてありますけど、筋力に関して、運動とロイシンの必須アミノ酸っていうのを飲むといきなりですね、筋力があまり落ちないんです。ところが一般的に何もしないとこうガクッとマイナスに向くので、筋力も落ちるし筋量も落ちるというふうに言われています。これもそうです。歩行速度も、運動とロイシンとアミノ酸っていうのはいいですけども、対象これ見てみるとやっぱり歩行速度がゆっくりになっていってしまうということですね。まあ、お年寄りがゆっくり歩くのは当たり前のようですが、なるべく元気に生き生きとして人生を全うしたいと皆さん思うでしょうから、このあたりは運動とアミノ酸の投与、これが有効なんじゃないかと言われています。今度は手術、二次性のサルコペニアですけど、これを防ぐためにはどうするかということなんですけども、これは眼球有明病院で行われた、試験ですけども、50例を登録して、このアミノ酸を飲まして運動するといった方法、その運動をですね、こういう活動量計とかで測定しながらですね、見ていくということですね。いろいろ細かくこうやって分類してありますけれども、どれだけ歩けたかということをしっかりと、どれだけ歩くかっていうのをですね、しっかりとですね、こう義務付けてですね、1秒日、手術から1日目、2日目、3日目、4日目、5日目、6日目、7日目って全部ですね、どれだけ病棟半周もあるんで、1周もあるんで、3周もあるんだとですね、これらがですね、できない場合どうするかと。できない場合は、このプラスアルファのですね、追試験ですね、夜の宿題じゃないですけれども、追試験をやるんですね。こういうスクワットやりなさいとか、何歩以上歩けなかった人は、これ厳しい試験を井田先生は考え出したもんなんですけれども、こういった追試験をしっかりやってあげます。そうすると、なんとか、いいと。で、さらにこのアミノエールっていう、ロイシン入りのゼリーを飲んで、術後2日目から90日間、毎日毎日飲むんですね、これを。1日1回だけです。でもこれ、ね、リンゴ味でとっても飲みやすくて、言うなればですね、これ飲めちゃうんですね、なんとか。僕も大好きでちょっと飲んでます、実は。で、コンプライアンスどのくらい飲めたかっていうと、83.2% が術前に飲めて、術後に 76.9%、やっぱり 80% 近く飲めるんですね。これはどうやらですね、以前の EPA 製剤よりはかなりいい、飲みやすいんですね。で、それを見ると、あと、女子肪、筋肉のですね、減少率と母数との関係を見たグラフなんですけども、筋肉が減少した人はあまり歩けなくて、筋肉が減少しなかった人たちはかなり歩けるよといったデータとなります。で、運動も、栄養剤を飲んで運動もできるとって書いてたんですけども、この患者さんたちが栄養剤をしっかり飲めた人、そして運動もできた人たちを見ると、非常にいいんだよと。どういうことかというと、3ヶ月目の筋肉減少はマイナス 2.0% で、以前的にもマイナス 3.6% であったというのがデータなんですね。で、前のさっきの EPA のスタディを見ると、だいたいですね、マイナス、筋肉量の減少がマイナス 8.6% だったんですね。この黄色と黄色を比べると、明らかにこのマイナス 3.6% っていうのは少なそうだよと。少ない可能性があるよということが分かったわけです。それで本当にそうかということを調べるために、今はですね、RCT っていう検査を、研究をやっておりまして、これによってですね、筋肉が本当に減少しないかどうか、つまり栄養剤を飲みながら運動すると筋肉が落ちないかどうか、というものをですね、その栄養剤プラス筋肉プラスっていう群と栄養剤なしの筋肉、運動マイナスっていうですね、そういった群と比較する試験をですね、
現在計画中で、まもなくその研究が始まるところであります。あとですね、さっき言った術後末梢の有益ですね。これが本当に体重減少とか筋肉量減少を抑えるかどうかといったものも、これもスタディとして今やってる最中でございます。ポネラの分岐アミノ酸というアミノ酸がいいかどうかといったもの、もしくはプラス運動がいいかどうかといったところはですね、まだまだ本当に答えは出てないんですけども、どうやらすごく良さそうだということになります。で、最後になりますけれども、今日のお話を簡単にまとめますと、がん患者の予後向上のため、予後向上っていうのは、がんがなるべくこうおとなしくなっているとか、がんが治ってしまうとか、そういったことを、こういった予後を向上させるためには、手術期、つまり手術の周り、前手術の前、手術の後に痩せさせないことが重要ではないかと考えられます。筋肉維持のために適切な栄養療法及び運動療法の開発が必要であろうと考えておりますので、現在その栄養療法、運動療法のですね、臨床試験というのを、がんケア歴病院とともに計画して、間もなくこれが始まるところですので、次回には必ずこのデータをお見せできるんではないかというふうに思っています。ご清聴どうもありがとうございました。生木先生、どうもご講演ありがとうございました。ありがとうございました。今日は生木先生に、がんと栄養、特に生木先生が手術をなさっておられる胃がんの患者さん、胃がんの患者さんの術後の体重減少、食欲減少、どうやって防ぐかということでご講演いただきました。どうしても胃の手術は大腸と違って体重減るんですよね。はい。特に胃の全摘になると、今日は引き先生から分かりやすくなぜ減るかというご講演もいただきましたし、それから抗がん剤、随分抗がん剤も効くようになりましたけど、抗がん剤を体重があまり減ると、効く、その効果のある抗がん剤も使いにくくなるということで、どうしたら体重が減らないか、皆さんが栄養剤飲んで、それからできるだけ動かないようにして体重減らさないようにするというのは決して良いことではない。今日は引き先生がご自分のなさってできた、研究で分かりやすくご説明いただいて、脂肪分よりは術後にはアミノ酸、分子アミノ酸、成分栄養がいい、吸収のいい、アミノ酸を含む栄養がいい、それから筋肉を落とさない方が体重が減らない、運動しなさい、こういうお話を分かりやすくご説明いただいたかと思います。どうもご丁寧にありがとうございました。ありがとうございました。で、時間を合わせていただきましたものですから、あらかじめいただいているご質問に引き先生から、ご回答いただけることになってますので、どうぞ次のスライド、がんと栄養 Q&A セッションに移りますが、次のスライドお願いします。最初の質問です。体を起こすことが難しく運動することが困難です。そのような場合はどのようなことに気をつけたらいいでしょうかという質問をいただいています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これすごく難しいことでですね、体を起こす、例えば座っていることを保持する、保持っていうのは維持する、もしくは立っていることを維持する、その上で歩くといったことが、非常にがんの治療に対しては重要なことなんですけれども、どうしてもやはり起きれない人、そしてどうしても歩けない人、こういった人、もちろん立てない人ですね、こういったことはしょうがないと思うんですね、仕方がないと思います。そういった方々にはですね、やはり寝ながらベッドの上でもですね、できる運動というのがございまして、それで、同じ筋肉を鍛えるような運動っていうのは、このリハビリの世界では開発されまして、それをやっているうちに徐々に座れるようになったりとか、徐々に立てるようになったり歩けるようになったりしますので、専門家、いわゆるリハビリの専門家の先生にですね、必ず指導してもらって、そういった運動ですねをベッドの上でするということが重要かと思います。
先生ありがとうございました。質問をされた方もお分かりになったかと思います。では次の質問お願いします。第2番目の質問です。好き嫌いが多く抗がん剤で味覚も変わってしまい食べることが苦痛です。栄養をサプリメントなどで補っても良いのでしょうか、という質問です。比企先生お願いします。非常によく私も聞かれる質問なんですけれども、まずですね、先に栄養をサプリメントで補っても良いかという話なんですけども、多くのサプリメントはビタミン C だったりとか、いわゆるビタミンだったりですね、あと亜鉛とかですね、非常にですね、栄養の中ではですね、もう本当に一つのチップっていうかですね、いわゆるレゴブロックであるとすると、その一つのレゴブロックのブロックだけなので、本来ですね、その組み上がレゴブロックを組み上がった栄養素をガバッと取らなければいけないのに、その一つの部品だけ取ってもですね、なかなか難しい。それをですね、何百錠と飲まないとですね、いろんな栄養を取りきれないと、経済的にも非常に大変ですので、サプリメントで栄養を補うことは、まず不可能に近いというふうに私は思います。で、好き嫌いが多くて、いわゆる味覚も変わってしまい、食べることが苦痛。これを何とかするというのが一番大事で、抗がん剤をやっているときはですね、やはり塩辛いものがやっぱりどうしても食べたくなる人が多いのと、あと味が濃いものが、欲しくなります。例えばどういうものかっていうと、お好み焼きソースだったり、酢飯だったりですね、そういった、非常に濃いものですね。あとカレーライスなんかもとっても患者さん好きになるというかですね、カレーライス食べたいっておっしゃる方多いですね。で、そういった濃いものを、味の濃いものを、提供してあげるというかですね、取るのがいいかなと思います。さらにですね、濃いっていうことは塩気が増える。塩気が増えるっていうのは不健康。つまり、腎臓に悪かったりとか、いろんな体がむくんだりとかですね、今度は悪くなってしまったら困りますので、塩を減らして濃い味。これがなかなか難しいんですが、一つのキーワードは出汁です。出汁をすごくですね、我々の病院ではですね、出汁をですね、3倍から4倍、普通の3倍から4倍の出汁を入れることで、塩分を一気に減らすことができるということが分かりました。それでも味が濃い、味覚が、衰えているときにですね、ぐっと、美味しく感じられるものができます。ですから、出汁を使って味を濃くしましょうというのが、私のこのクエスチョン2の対する、お答えとなります。そしてサプリメントだけでは補えませんので、もしもそういったものを使うんであれば、栄養補助食品といって、栄養をバランスよく整えた補助食品を使うのがいいかと思います。ただ、本当に先ほどのスタディではないですけれども、ご飯を食べることが重要なので、なるべく味を工夫して食べましょうというのが私の答えでございます。ありがとうございます。比企先生どうもありがとうございます。ありがとうございます。質問された方も比企先生の分かりやすいご説明で分かっていただいたと思いますが、一つちょっと時間があるようですので、一つ私から体重、胃の手術をするとどうしても体重減りますよね。はい、患者さんは体重が減るのが病気が進んで体重が減るんじゃないかと思って心配されて体重を増やしたいっていう希望を持っている方が、という質問、疑問を持つ方が多いように思うんですが、そういう方には、増えないよ、無理だよ、諦めなさいって、病気が悪いんじゃないよっていうのが、私の時代はそう説明してたんですけど、先生はそう、最近の先生方はどうされてますか、先生。先生、まさに僕もですね、同じ質問されて非常に困って、例えば、依然的の術後に5年ぐらい、3年ぐらいですかね、経つと、もう、もりもり食べてるのに全然太んないのは、胃の再発なのですかとか、がんがあったからですかっていうふうに聞かれてですね、なんでだろうなと思ってたんですけども、やはり最近やっぱり、今日もちょっとご説明しましたけども、グレリンというホルモンがですね、そのホルモンが食欲だけではなくて、食欲を改善したとしても、グレリンがないとすると、筋肉を作ることができなくなってしまうといったことが、言われておりまして、
その筋肉が作れなくて、結果的にはその太るきっかけを失ってしまうと、もちろん脂肪も蓄える力もなくなりますので、そういったことが起きるんではないか、起きてるんではないかというふうに今言われているので、そのご説明をしています。まあ、グレリンのまあ、薬っていうのは今開発されてますけれども、いわゆる可壁死って言って悪液質、つまり、がんのですね、末期というか、進んだがんの患者さんにしか適用になりそうもないので、今後はですね、そういった薬が依然的の患者さんにも適用されて筋肉を増やす、一助になるということはですね、すごく期待しているんですけれども、そんな説明をして誤ってます、患者さんに。引先生、どうもありがとうございます。今日は、がんの患者さん、術も体重が増えなくて心配されている方も今日はよく引先生のお話でご理解いただけたかと思います。引先生、ありがとうございました。最後に引先生からコメント、ご挨拶をお願いします。どうもありがとうございます。ですね、やはり、まあ、小西先生おっしゃったのと全く同じなんですけれども、例えば胃を取ってしまって、もう食欲がなくなってしまうとか、そういったことに関してはですね、ある程度食欲、日にちが経てばですね、食欲も戻ってきますし、まあ、あと、できれば胃を残してくれる先生のところで手術をすることが一番いいと思いますけれども、まあ、いずれにせよですね、ずっと食欲がなくなることは非常に稀でですね、待てば必ず食欲が戻ってきますので、頑張って、そのあたりは、耐えるって言ったら変ですけども、その日を待ってください。で、ただですね、筋肉がしっかり戻ってくるかどうかといったところは、今のところですね、まだ科学が追いついていないので、そういったお薬が出ることをですね、期待しましょう。というわけで、一生懸命そのあたりを私も研究していますので、どうか、お見守りください。CNJ の皆様、非常にいい機会をお与えいただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、がんと栄養、がん治療における栄養の力、がん治療を助ける栄養と運動の役割のセッションを終了いたします。引先生、小西先生、本当にありがとうございました。